はい、皆さんこんにちは。整体院はアスリートケア代表の井山です。今日は、内側側副靭帯損傷ですね。まあよく言うね、まあ、トミージョン手術なんですけれども、まあね、内側側副靭帯損傷、まあある程度の人がね、投げてれば、靭帯ある程度傷ついてると思います。はい、どうしてもね、あの肩と比べて肘はまあね、あのそこまで補強できないですよね。まあそれと、まあ、靭帯筋肉じゃなくて靭帯なので、まあ、強くもできないっていうところなので、なのでまあね、最近ではね、このトミー・ジョン手術やる選手めちゃくちゃ多いと思います。まあ、海外でも、まあ、大谷翔平だったり、ダルビッシュ選手が、受けたとは思うんですけれども、まあ海外の手術は、ね、今回また、大谷翔平が、膝の、まあね、手術しましたけど、海外って何かあったら手術なんですよ。これめちゃくちゃ問題だと思うんですけどね。これね、だってまずトミージョン手術した時も肘全く痛くなくて手術してるんですよ。大谷翔平は全く痛くないんですけどみたいな、ね、それで手術してるんですよ。ありえないですよね。やっぱ構造的に悪かったら、まあ、将来のことも考えてアメリカでは手術っていう話なんですね。で特にね、年齢が増せば増すほど、まあ、28歳以上ですかね、28歳以上で手術っていう形になると成功率が 30% 以下になっちゃうんですよ。でもまあその27歳ぐらいまでは一応成功率は 97% って出てます。まあ、ね、97はもういってないじゃないかな、はっきり言って。まあ、失敗例も全然あると思うんです。で再断裂もいます、普通に。でこの内側側副靭帯の、まあ、まずなる理由ですよね。まずなる理由は、まあ、投げすぎがやっぱ多いです。投げすぎ、まあ、特に子供の時の投げすぎですよね。まあ、今ね投球制限とか、されてますけれども、投球制限するんだったら高校時よりはもうちょっとね低い年齢でした方がいいかなと思います。高校野球球数制限しちゃうと本当に強いチームしか生き残れなくなっちゃうんで、そこはね、何とも言えないところですよね。本当にまあ怪我をする選手は怪我をするし、まず怪我しない選手は怪我をしないですよ。アメリカでもそうじゃないですか。結局アメリカで、ね、あんまり投げてないですけど、でも怪我結構してるんですよ。で手術も結構してるんですよ。それは別にね、日本も海外も多分関係ないです。ただ日本の方がきついっていう、まあそういうね現状があるんで、まあそれをね、まあ、皆さん訴えてるとは思うんですけど、でも結局はね怪我はね全然してますから、みんな。だからうまくね、だから身体を使って投げてる、うまく体が使えてる選手っていうのは怪我をしないですし、うまく使えてない選手はやっぱり負担をかけて怪我をしてしまうっていうところなんですね。なので、この内側側副靭帯自体もね、もし内側側副靭帯損傷です、トミー・ジョン手術考えましょうかって言われた時に、まずは多分リハビリだと思うんですね。リハビリでこの緩みがどう変わるか、で緩みがね、良くなってきたら多分手術にはならないと思います。痛みがなくなったらならないと思います。日本では絶対に、海外ではね、あの手術っていうケースの方が多いとは思うんですけど、日本ではまずはリハビリやってみて、それで手術を決めましょうかっていう形になるんですね。なのでね、あの、まあ、これはねリハビリをすればある程度、安定性が出ます、肘の。ただ投げ方を最終的に変えると無理です。やっぱり投げ方結構ね、その靭帯にかかる負担がかかる投げ方、まあね多いんですよ。まあ、人体に負担のかからない投げ方っていうのがあるんですけれども、やっぱりなかなかね、
ある難しいですよね、投げ方っていうのも。なので、まあ、まずはね、身体機能をしっかりしてあげる。で、その後にですね、投げ方をちょっと修正してあげる。まあ、並行してでもいいですけどね、投げ方を修正してあげると、結構復帰できます。手術もせずに。僕は手術あんまさせないです。結構緩くなっても手術はさせないですね。経験上復帰できているので、だいたい3ヶ月とかで復帰できます。それでですね、そう、トミー・ジョン手術なんですけど、日数もかかるんですよ、これ。日数も。投球復帰は、ある程度できるんですけど、6から8ぐらいで多分いけると思うんですよね。でもね、でも1年かかるかな、1年。実戦復帰は1年ぐらいかかりますね、12ヶ月。で、このね、12ヶ月ぐらい経って、で、実戦復帰していくじゃないですか。でも、違和感めちゃくちゃあります。違和感めちゃくちゃあるんですよ。なんでかって言ったら、これ、こっちの長小腱って言って、この手首のね、こうやった時の、ここの真ん中の腱を持ってくるんですよ。腱を。だから、人体は結構分厚いんですよ。で、ボルトで止めるんですよ。だから、なんか、違和感めちゃくちゃあると硬くて。最初の人体より強くなるんで、やった方が。だからね、球速アップするとか言われてるんですけど、緩かった選手がね、それを人体ところにね、やれば、球速アップするでしょうね。間違いなく。あとは身体機能。この身体機能を良くしたら、それは球速アップすると思います。で、12ヶ月必要で、さらにね、違和感がなくなるのが、1年半ぐらいかかると思います。普通にやったらですよ。でも、この違和感っていうのは、やっぱりその硬くなってしまってる。あとは、やっぱり手術してるんですよ。なのでかさぶたができてるんですよね、そこに。傷口を修復するのにかさぶた作るじゃないですか。それと一緒でハンコンとかね、癒着っていうのが問題が出てきて、やっぱそれを取ってってあげないとずっと違和感です。だからね、うちとかでは結構そのアキュースコープとかね、マヨパルスって言って人体だったりその周りの筋肉を修復させる、電気があるんですね。あとは痛みを抑える電気で、それを修復を早めながら、さらにこう金属のやつでこの癒着をどんどん剥がしていきます。そうしたら僕の見てる選手とかでは10ヶ月ぐらいで普通に復帰はしてます。実践とかで他のところでも、ね、10ヶ月ぐらいだったら復帰できるんですよ。あんまりね、早くやりすぎるとね、ちょっと問題出てきちゃうかもしれないんで、まずね、10ヶ月ぐらい。で、違和感がなくなるのは多分1年ぐらいでなくなっちゃいます。ここまで伸びるのは、やっぱり癒着だったり、反抗組織。それがずっと残るんですよ。だからそこを取ってやらないと、めちゃくちゃ長いです。はい、なのでね、近場でもいいんで、ちゃんと見える、方いたらね、しっかり見てもらえばいいと思います。多分トミー・ジョン手術するってことは、ある程度その選手の将来があるから多分手術するんですね。で、それでトミー・ジョン手術して引退とかは考えないですね。まずね、トミー・ジョン手術するってことは現役続行を考えてるわけで、なのでまだ若い年齢だと思うんですね。だからゆっくりやってもいいとは思います。全然ゆっくりやってもいいと思います。その間に身体機能を回復すればいいだけの話なので。なのでね、ちゃんとしたところで、まずは手術するんだったら、まずちゃんとしたところで手術受けてください。で、必ず2、3個、病院は回ってください。で、どれもやっぱり、どの先生も手術って言ったら、これ手術だなと思ってください。で、手術をする先生はやっぱり、何例もやってる先生がいいです。浅い先生だと、やっぱ、そのね、違和感とかってやっぱり何例もやらないと分かんないんですよ。もう少しのもうビスのやり方だとか、もうそれだけでもその選手にとっては違和感が出てしまったりするので、もう何例もやってる先生、例えばね、南共済病院の山崎先生、船橋整形外科の菅谷先生、そのぐらいかな。そのぐらいなのかな。
僕のおすすめはその2人の先生ですけど、まあ紹介がないと多分難しいとは思うんですけど、他の先生に回されちゃう可能性があるんですけど、でもね、本当にちゃんと野球を専門で見てる先生で、さらに症例が多い先生のところで必ず手術はするだったらしてください。でリハビリもちゃんとね、まあそこいいところだったら大体リハビリはしっかりしてると思うので、そういうところでリハビリも、やるようにしてください。はい、今日はですね、まあトミー・ジョン手術、トミー・ジョン手術ただできればするなっていう話です。流行ってるけどしなくても回復できるよっていう話でした。はい、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。